リッスン級駆逐艦はフランス海軍が第一次世界大戦後に収益させた駆逐艦の艦級である。後に水雷艇に分類された。本級はフランス海軍が自国の沿岸保護のために1910年度海軍計画で6隻が建造、収益させたクラスである。戦手郎型船体であった。 切り立った艦首から艦源の高い肝臭甲板上に1番 10cm 速射砲を炭素砲画で1機を配置、その背後に即居技を乗せた箱型の環境を基部として簡素な短脚式の全部マストが立つ。船体中央部に4ホーム煙突が立ち、その周囲は関西艇置き場となっており、2本1組のボートダビットが片源1機ずつ、計2機で運用された。 中央部甲板上に 45cm 連装魚雷発射管が直列に2機が配置された。後部甲板上の後部見張り所が設けられ、その上の後部マストと2番 10cm 手法が後ろ向きに1機配置された。収益後の1910年代後半に 7.5cm 速射砲と 8mm 単装機銃2丁が追加装備された。 本級の機関構成は、アンドレ式重油戦勝水管艦,艦4機と、直結タービン2機二軸推進の構成で、最大1万5千馬力で、最大速力30.0ノットを発揮、石炭165トンで、速力14ノットで1350から1400回りを、航行できる設計であったが、艦によって、タービン形式が異なった。ビスン、ルノーダン、コマンダンテルークは、 ブレゲー式、プロテは、パーソンズ式、マンジーには、ゾイリー式、マゴンは、ラトゥー式であった。ありがとうございます。